さあ続いてね、コベットなんですけども、まあ2台あります。アホ本来ね4輪のコンパクトカーなんですけどね、なんででしょうね、6輪と3輪になってますね。頭が悪い本当にマジで。何を食ったらこんな車が思い浮かぶんだ、まったく。さあまあ6輪の方から行きましょうか。はい、名前がね incapable、無能って意味です。謝れ日本人に謝れ日本車をなんて改造してるんだ、まったく。改造しといて名前がザ・無能アホこれは切れていいと思うなマジで。説明を見るとなんかね、あの農家の友人によってね、なんか製造されたトラックらしいですね本当にあ、バカだなマジで本当。長いなこの車。はい、こんな感じの車でございます。キメラやんこんなキメラやん。まあ特徴的ですね、後ろが2台になってます。しかもこれね、ちゃんとした2台じゃないんですよね。あのね、この後ろの正体、皆さんこちらでございます。はいはい、これ兼用の、はい、トラクターというか、まあ2台ですね。これをコベットの前ぶった切って、こいつのこのここもぶった切って、で溶接しちゃったと。アホかアホか。で内装がね、ちゃんとねロールゲージ積んでるんでね、結構剛性は高めですね。前だけ前だけ、ここ重要。まあ後ろがねナンバーもちゃんとつけてね、まあ牽引もついてるんでね、まあパッと見ね、あ、これも面白い車だし、まあちゃんとしてるじゃんと思うじゃないですか、思うじゃないですか。僕もそう思ってました。でもこれね、トレーラーつなげただけなんですよ。トレーラーのね、あの足回りってね、ゴミなんですよね。はい、見てください、こちら。はい、これがね、後ろの足回りでございます。はい、板バネ&板バネ。そしてもうこの板バネもね、なんかもう頼りない。見てもこの頼りない板バネ。もう頼りないね。動き見たらわかるよね。はい、ほら。はい、もう頼りないね。うん、頼りない。外からも一応見ましょうか。はい、行きますよ。ポーン。こんなんでオフロード走りたいですか、皆さん。走りたくないですね、僕は。ひどいぞ、このサスペンションはひどいぞ。せめて何かさ、ちょっと変えるみたいな、なかったんか、これ。軸もこんなんやしさ。マジでさ、最悪や、これも。しかもね、これ見て、ほら、ちゃんとね、ほら。ほら。ほら。はい。溶接がゴミです。はい、もっとちゃんと溶接してください。車がジャンプしただけで、ここがね、たわみます。そして、いつか外れます。マジで。溶接っていうか、強度もゴミなんだよな、マジで。本当にゴミだな、マジで。ゴミでゴミを回収する。マジで面白すぎる。でもね、こんだけゴミゴミ僕言ってますけど、この、ポンコツ度を再現できるこのゲームはすごいです、本当に。素晴らしい。マジで、誰が作ったんだよって、手抜きなこのね、この車を、手抜きな車を作った感じをゲームで表せるのが本当にすごいですね。さあ一応乗ってみようか。はい、こんな感じ。しかも FF なんですよね、これ。はい。6輪の FF。聞いたことあるか聞いたことある？俺中国車でしか聞いたことない。6輪の FF。やばいよね。さあ。なんか後ろのね、ブレーキもほら。うん、後ろのブレーキもやばいよね。いた。後ろのブレーキもね、ちゃんと効かないんですよね、これちゃんと。やばいな。ちょ、挙動がやばい。あ、まあ直進安定性は意外とあんのか。で、意外と速度も出るんだな、意外と。意外と速度出るけどね、この速度でちょっとぴょんぴょん跳ねとんね、この後ろの荷台が。怖いね。こっち行く？やばいやばい。めっちゃ跳ねるやん。めっちゃ跳ねるやん。めっちゃ跳ねる。あかんあかん。あかんで、この、ちょ、あかん。いやいや、こんなんで走りたくない。まあ、さすが無能って言われるだけあるな、これ。さあ、オフロード走ってみましょうか。やばいよ、これ、マジで。もう、やばい。もう、走らなくてもわかる。やばいもん、構造考えたら。さあ、大丈夫か？早いんだよ、意外と。早いんだけど、走破性が、ない走破性があるのかって言おうとしたけど、もうない。この時点でない。で、速い素晴らしい。速さは素晴らしい。ピカイチ。速さはすごいが、さあ。あかんで、こんな車持ってきたら。でも、速いんだよね。この見た目、
あ、違う違う、この見た目とはねこの見た目では考えられないぐらい速いんだよね、この車。すごい速くてさ、いい車なんだけど、ただもうちょっとリアのサスペンションどうにかならんかったんか、どうにかならんかったんかっていうね。よいしょ速いんだよ普通に。いや、いい車っていうか普通にいい車なんだけど、考えはいいんだけど、こだわるんやったらもうちょっとねリアのバネをどうにかしてほしかったなって思ったんだけど、まあそっか、500ドル以内、まあ5万円以内でカスタムしたと考えたら、まあいい方か。いやでもバネぐらいね、5万ドル以内で買えませんでした。まあ、まあ、しゃあないか。いやでも早いな、いい車やな、いいな。よいしょ、いけいけ、頑張れ。ちょ、もう一回あそこ行ってみよう、ワンチャンぶっ潰れるかもしれん。わあわあわあ、もう跳ねとんもん。えぐいわこれ。わあわあ、ちょ、跳ねる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 、もうこれもうすんごい跳ねる。もうさあ、あの意外と走れてんだな、これ。意外と跳ねるけど、でもそんな思ってたほどね、とっちらかったりはしないから、意外と優秀か、こいつ意外と優秀。意外と優秀かもしんねえ。あ、意外と優秀かもしんないけど、いやダメだな、やっぱもうちょっと欲を言えばもうちょっと欲しいけど、でも意外と心配してたほどはない。あ、いてててててて、いやでも裏見たらひってえな、マジで。さあ衝突させてみましょうか。まあフロントは普通のね、まあコベットと同じだと思うんですけど、バチコーイ、よいしょ。でリア、よいしょ。リアがどんなもんだ、よいしょ。リア、いた、ちょ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 ぶつけ方が悪かったな、こっち全部もぎ取られちゃったよ。さあもう一丁、バチコーイ。意外と強い、意外と強いかもしんない、意外と強いけど、意外と強いけどもって感じだな。ほら、あでも強いな、あ強い強い、十分強い。まあそもそもね、あの FF なんで後ろがねぐちゃぐちゃになろうが、まあ走れるんで、まあって思うと割とまあ頑丈な車かもしんない、後ろに関しては。はい、はい、こんな感じでね、外してもね、一応こうやってほら走れるんで、ほら一応走れるんだよ、面白くないこれ。一応走りますよ、ほらほら、前にエンジンとね駆動輪があるんで、ほら走ります。ちょっとドリフトみたいな感じでね、動きながらほら走ります。ちょっとね、なんか怖いよね、なんかね、上半下半身もがれたね、なんか生き物みたいな動きするからちょっと怖いよね。でもね面白いよ、ほら面白いよ、ドリフトするんだよ、ほらほらほら、おもろい。ブレーキした時がねこれね、ほらおもろいんですね、ほらほらこんなんなる。でこのままねバックすると、ほらこんな動きなんだよ。やばいやばいやばい。これねゲームだからこんな動きするかと思うんですけどね、意外と現実でもねこんな感じでウィーリーしてくれます、面白いよ。ほらほらおもろいよ、ほら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 、おもろい。やばい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 。ね、バグかと思うけどね、こんな。次、今回のねアップデートで多分一番頭が悪い車ですね。はい、こちらコベットのもう一台の方、はい、名前がねアンステーブル、不安定な自覚症状あり、よかったね、みんなよかった、自覚あったわ。はい、もうね、もう頭悪い。もう頭悪い。フロントはねさっきの車とねほぼ同じなんですけど、後ろがねもうツッコミどころばっかなんですけども、まあ、ここにガソリンタンクがありまして、でこのね、こっちだけね、リアの側をちょっとメキメキメキって折って、ここに溶接したって感じ。でっかいタイヤですね、これね、どうやらさっきのトレーラーと同様に、なんか農家の、そこの農家の壊れたトラクターの、タイヤというか足回りを拝借してきたらしいですね。でもね、結構詳しく見たらね、仕組みは面白いんだけど、バカなんだよな、本当に。普通に面白いんだよな、仕組みは。何がおもろいかって、このゲームね、トラクターないのにね、ここだけちゃんと作ったっていうね、それがおもろいしね。で、ここにガソリンタンクあるもんね、もうまあなかなか、もう決まっとるしね。一応ここにバネとね、伸びきらない用のまあ、紐があるんですけどね。まあ持ち上げてみるとね、そこそこ良い。バネはそこそこ良いですね。で、
まあこれもね FF かと思うじゃないですか。フロントだけがねあのタイヤ動くと思いきやね、ここにちゃんとねドラシャがあるんですよね。ほんと引かれてんだよなマジ。ここにギアボックスがあってタイヤとつながって、でドラシャがあってギアボックスがまたあって、でドラシャがあってギアボックスがあって、どこのドラシャをこれは勝手にくっつけたんだ。まったくこれあれかな、トラクター用なんかな本当に。で、ここにもまたドラシャ、これペラシャか、ペラシャがありまして、でどこに繋がってるのかなって見ると、あいちゃんと前と繋がってるんだよなこれ。びっくりよこれ、まさかの3区4区でもなく3区です。この車やばいよね。ちょっと走らしてみるか一応。はい、これねもうやばいね。ちゃんとほらちゃんとここが回るんだよね。でちゃんとここギア比違うっていうのが分かるんだよね。こっち速くてこっち遅いからさ、回るのがほらすごい作り込まれてるよねこれ。こだわってるよね本当に。すごい、ここのこだわりはすごいと思う。ここまで頭が悪く、そしてねもうポンコツな車をねちゃんと再現できるゲームってなかなかないと思います。本当に素晴らしい、ビームエンジンドライブ素晴らしい。うわーやっぱポンコツやっぱこの車ポンコツだ。もう全然ほらもう曲がれんもんこんなん。さあ何キロ出るこの車。ロードノイズやばいな。本来だってトラクターのタイヤだからね、こんな速度で走ることは考えて作られてないからな。ロードノイズがやばい。一応130、100以上は出るのか。130出て4速までか、これ4速までで130出ますね。行かれてんなマジで。さあオフロード性、オフロードの走破性はやばいな。やばい、あかんかんかん、あかんやつこれバカだなマジで。さあオフロード走っていきますか。走れるかなこれ、完走できるかが怪しい。うわわ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 わ、丁寧なハンドリングをすればワンチャンこけない説。丁寧なハンドリング、もうこけるわバリバリこけるわ。痛い。さあまだ十分、まだ無事。ちなみにこれサイドは効かない模様いや効くけど、なんかロックまではしないか、さすがにしないな。よし行こう。わー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 、ちょちょちょ、そもそもなんだよな。これも戻れ、オッケー戻った、よいしょ。やばいわこの車、曲がれんもん、曲がれんし走れんし。わあ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 、無理だよな。あーバイクと同じかもしんない。リアにね、リアのブレーキね踏みながらね曲がるとね、バイクの場合はちょっとタイヤがなんていうんだろう、タイヤじゃないな、バイクはちょっとねちょっと起き上がろうとするんですよね、曲がりながらリアブレーキ踏むと。なんでワンチャンこれもリアブレーキを踏みながら、てかリアブレーキじゃない、サイドブレーキをかけながら曲がることによって多少ね、多少横転のリスクは軽減できるのかもしんない。よいしょ、ほら、あーワンチャンある。いや普通に遅いだけかもしんないけど、あー痛い。よいしょ、ちょ走れんわこんなん、やばいなマジで、やばいな。早いんだよなでも普通に。でもほらもう安定せないし、うわーいこけた、あーあー痛い。ちゃんとそういえば牽引フックついてんだなこれ。さあちょっとリアぶつけてみようぜ、リアぶつけよう。おら強いかも、意外と強い。タイヤ変形したけど全然ね走れてるしな、意外と強いかもしんない。おら強い。後ろここが曲がってるだけだもん。タイヤはホイール変形してるけど、あーでもやばいな、前から見たらやばかったわ。あれだね結構曲がっとるわ。わあーなんで取れた取れちゃったよ内張りここ取れるってなかなかね珍しいよね、ビームエージ。えい、本来伸びるからさ、こう あれだな。そっか、こうさこっちにしか繋がってないからさ、そりゃそうか、そう曲がるか、そりゃやばいな。よいしょ、けど頑張れ、もう一回ぶつけてみよう。
頑張れって言った後にこんなこと言うのはやばいな。あーな、どうしたどうしたどうした、急になんかよいしょ、急に止まったぞ。あ、止まった、マジダメだ、後ろがなんか潰れたなこれ。あ、いけたいけたいけたけど、バックができんくなった。なんかほら、いけ、頑張れ。いた、どこがぶつかったんや今。もう一回もう一回、ほらいいねいいね。あ、でもどんどんなんかボコボコに潰れてってんなこれ。よいしょ、やばいね。あ、もうタイヤなんか外れかけてんやこれ。あ、また外れとる外れとる、なんか外れかけた。え、外したれ。ああ取れた取れた。あ、こんな感じになってんだ。なんかもうここ自体が1個のなんかギアボックスみたいよね。一応こういうとことかも取れんのかな。あ、取れてんじゃん、いろいろ取れちゃったけど、これでも一応あれか、一応走るんだな。あ、すごい、さすが FF 走れるねドリフトみたいなのするけど走れる。ラスト、ボライトですね。イタリアのスーパーカーがね、もうこんなね、もう原型をほぼとどめていない形になりましたけど、なんか車両火災でね焼け落ちたボライドをカスタムしたという設定らしいですね。名前がアイアンオール、鉄の袋ですね。かっこいい。ほう、結構かっこいいですね。なんかね、ここのねカバーがストップの看板だしな、いかれてんな。でこれ全部一応鉄板だ。うん、取れた。これ一応全部鉄板ですね。鉄板です。で上にもライトあるし、で内装ですね。内装が、内装ちゃんとフルバケ、ちゃんとフルバケついとって、もうちゃんとしとんねん、いろいろ。すごいな。でも後ろがね、もう原型ないっすね。ゴミとかも乗せるスペースないですし、エンジンむき出しっすね。エンジンが、あ、 V6 入れてんだ。本来この車もっとねいいエンジン入れてるはずなんでね。 V6 か、どっかの車の V6 そのまま移植した感じですね。あ、じゃああれだ、もう焼け落ちて、あれだ、もう後ろ全部ほとんどないんだな。でここも全部ね鉄板ですし、えい、鉄板ですし、あー、ウイング取れちゃった。で、マフラーが上にも出てるし、ほとんどここら辺ワンオフですね。でちゃんとサスペンションもいいの入ってる。いいね、さっきのねコベットの6輪とは大違いや。ここまでとは言わんから、もうちょっとねいいの入れてほしかった。で、ちゃんとパイプフレームだ、ちゃんと合成ガチガチっすね。合成ガチガチで、ちゃんとタイヤ、スペアタイヤも積んでますし、すごいな、ちゃんと溶接も、ほうほうほう、ガチガチや、えぐいな。はいはいはい。で、あ、ちょっと待て、あ、ちゃんと、あー、そういう感じか。横置き V6 面白いっすね。この車なかなか面白い作りをしてます。ちゃんとこだわってる。簡単に言ったらこの後ろだけであれですね、一応 FF ベースの4駆みたいな感じになってるんですよね。ちょっとね、まあ、車詳しい人しかわからんかもしれんけど、ここで FF、 ここで FR って感じ。あー、まあ R リア駆動って感じですね。へー、すごいな。 FF ベースの四輪駆動のね駆動輪を丸ごとちょっと縮めてここに持ってきたって感じ。面白い、これはすごいな、よく考えたな。なるほどな、現実でもこれできそうやな。ちょっと走らせてみましょう、どんな感じ。よいしょよいしょ、そんなパワーはない、パワーはないけど、おーおー、滑るね、痛い痛い。エンジンもちょっとあんまあれだな、まあ V6 なんでパワーはないけど、でボライドと比べたらパワーはないけど、でちゃんとよいしょ、四輪駆動なのが素晴らしい。ほら滑る、おお、おらやおら、真ん中のタイヤが一番駆動するね。ほら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 、一番真ん中のタイヤがねトルクかかりますね。でこれあれだ、ローにも変えれる、これローにも変えれますね、すごい。ハイとローに変えれる、ギアがハイとローに変えれるんで、こんな感じでトルク優先か速度優先かで変えれますね。ギアチェンジできます、ここで。面白い、ちゃんと凝ってんなこの車は、すごいね、ちゃんとこだわられた車だこれ。こだわってちゃんと設計されて多分作られてますね。面白い、いいな、ちゃんと金かけたらこの車ちゃんと素晴らしい車になるぞこれね。ちゃんと6輪のボライド作れますよこれ、ちゃんと側もちゃんとしたら。面白いな、180で一応行くし、お、180でここ行くのやまず、やばいな、おお、やばい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 、さすがにまあ無理か、オフロードは。でもね、いいね。さあオフロード走っていきましょう。いやマジで技術がすごいこの車のてかめちゃめちゃなんか現実みたいなね、現実にまるであるかのような結構レビューしてますけど、僕本当にそれぐらいねリアルなんですよこのゲームがね、すごいよ。よいしょ、
さあパワーはまあないけど、でもオフロードやったら十分、ケツは滑るし、よいしょ、扱えるから面白いな。で、はい、走破性どうだ。うん、全然大丈夫、全然大丈夫、全然いい。すごい、ドライドをこんな風にカスタムしてしまうなんてすごいね。この車最高だ。さすが鉄の袋と呼ばれるだけある。さっきのね、6輪のコベットとは大違い。安定してるし、まあ、さっきのコベットはコベットで速かったんだけど、でも安定性もね、こっちの方がいい。そりゃそうやもん、サスペンションついてるし、後ろの4輪がね、回っとるから、若干 FR 寄りであるし、まあ MR か、MR 寄りであるし、素晴らしいね。いい車じゃないですか。いい車いいね、いいいい、素晴らしい。これ本当に5万ドルで作ったちょっと怪しいよね。いくらね、ゴミをかけあ、なんかいくらゴミをね、かき集めて作ったとしても、だいぶだいぶいい車だぞこれは。本当に5万ドル大丈夫。5万ドル8万ドルぐらい、10万ドルは言い過ぎか、8万ドルぐらい使ったんじゃないかこの車。それぐらい完成度は高いですね、今までのものに比べたら。うん、素晴らしい、完璧や。とてもね、低予算で作った車とは思えんぐらいすごい車ですね。よいしょよいしょ、さすがいいね、普通におもろいわこいつ、素晴らしい。最初ね、見た時ね、6輪とかバカげてんのかって思ったんですけど、この車はすごいいいパーツを使っている、いいいいいい、欲を言えばこれにスーチャーをつけたいね、もっと化ける。これにスーチャーつけたらもっと面白い車やるけどね、多分それしちゃうと本当に多分予算オーバーにはなっちゃうんで、まあコンセプトか、まあギャンブラー500のコンセプトには多分これが一番合ってますね。いや、おもろいな、いいですね、素晴らしい最高。あー、クラッチ欲しいな、クラッチが欲しいクラッチ切りしたかったな今。でもいいね、面白い、わー、いい車です。さあぶつけてみましょう、ほらほら、うわ全部飛んだ全部吹っ飛んでった。あ、ダメだね、まあしゃあないな、そりゃそうか。で、後ろの剛性はいかに、まあまあちょっとお察しやけど、後ろどんな感じや、ほら、あはは、いった。あー、せっかく作った車が結構綺麗にね組んであるんでね、まあ溶接も大変だっただろうに、ああ、これ運転手めちゃめちゃ切れられるぞこれ、メカニックに。さあもう一回や、ほらあーあああ、かわいそうに、せっかく蘇ったというのに。さあ後ろのドラシャが折れてそう、ああ、ペラシャか、ペラシャが折れたね、ペラシャ折れとるから多分あれだな、 FF だな今、 FF というか真ん中の多分ここしか駆動してないね。あー、かわいそうに、あー、ダメだ、遅いねいやー、でも面白かった。さあということでね、どうだったでしょうか今回のアップデート紹介。まあね、個性的な車がいっぱい追加されたりね、ミニバンがね追加されたり、とてもね面白いアップデートだったと思います。それじゃあね、ご視聴いただきありがとうございました。今後もね、こんな感じでビーム AG の動画上げていきたいと思うんでね、おお、やばい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 、上げていきたいと思うんでね、ぜひね、チャンネル登録、グッドボタン、高評価よろしくお願いします。それじゃあおまめでした。さあレースをね見届けながら終わりたいと思います。さあ誰が勝つ、危ない危ない、やめて、来ないで、おお、怖い怖い、危ねえ。さあ誰が勝つんだこのレース、よいしょ、えいえい、さあ誰が勝つ、お、意外とあの前の三輪車生き残ってんだな、よいしょ、おお、いけいけ、頑張れ、危ない怖い。さあ前の三輪車大丈夫か、大丈夫か、このまま走れるか、曲がれる、それ曲がれる、やばいんじゃない、あ、やばいやばい、おお、やばい、ちょっとやばい、マジかマジか、いってちょ物が、ああああああ、やばいやばいやばい、ああ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 、もうカオス、やばい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 
いやおお神回避やないですよすげえはい、それじゃあね、バイバーイ。